おはようございます、もしもです。いや今日は風がめちゃくちゃ強いですね。俺さっきちょっとね外出たんですけど、髪の毛がとんでもないことになりました。これ雨降ってる日とかだったら最悪だよね。傘ぶっ壊れるし、髪崩れるし、なんか雨変な方向から飛んできてびっしょびしょになるし、いや晴れててよかった本当に。今回はですね、新春ガチャゲットしたんでこれを引いていこうかなと思います。さあまずはラインナップから見ていきましょう。魔法石100個プラス新春ガチャ。新春ガチャは合計20連分回せる新年限定のガチャ。1から9連目は魔法石10個、年末年始スーパーゴッド S から各種ガチャドラを除いたラインナップになっており、10連目は10連ガチャドラが確定となっていると。なんか去年もありましたねこれ。さあラインナップ1から9連目のラインナップとしては、まあロボ系は全部入ってますね。狙うはブラックバーダーとデイトナ、まああとはねエキドナ、これねなぜかいないんでエキドナも欲しいですね。でユリシャ、あれ目のは出ないのかな。目のあはあれ目のはいないの。あそう、じゃあもうこれはブラックバーダー引くしかないですね。さあというわけで前置きはこの辺にして早速ガチャ引いていきます。うわ緊張するな。まあ転生系はね正直いらないから止まったら激アツだな。まあブラックバードとかデイトナ、もう正直シーウルフ、ロイヤルオーク、ノーチラスはもういいかな。アヌビス、モーリ、バフキリシエル、おいいんじゃない。おエスカマリ、あれ持ってなかったっけ、スカマリ。あ、なんかこの携帯は初めてっぽいですね。なるほど。さあ止まってほしい。グレモリー10連ガチャドラ。10連目は微妙すぎる。星7フェスゲンはバルキリーシエルのみですね。いや正直微妙だな。さあ20連目でロボをたくさん引きたいですね。いや結構ねブラックバードみんな引いてたから、いや俺もこのガチャ引こうかなと思って。お止まった。いやお前超転生の時も止まったよな。もういいでしょ、止まれ。ハクちゃん、ハクは好き。いやセレスまずい、超まずい、大変にまずいです。あ終わっちゃう、終わっちゃう。ひどすぎる。嘘でしょこっち。あマジか。いやフェスゲンすら出ないじゃん。じゃあもう普通のガチャこれ10回回しちゃいましょう。いやブラックバードはね見た目もめちゃくちゃかっこいいし性能も結構いい感じだから、引きとおー引きとおー引きとおお俺80歳だった、死んでたで、今心臓圧迫されすぎて死ぬかと思いました。いや嬉しいいや嬉しい。ちょっとね流れが来てる気がするんでもう一回回しちゃいましょう。ここでねユリシャとか持ってないキャラを引いておきたい。ハクちゃん石50ぐらいになるまでは回そうかな。さああと3回。うんこれまずいなこれ止めた方がいいやつなんじゃないか。転生系しか出なくなっちゃった。最初の方で引いてた時は結構良かったんだけど、またお前か。さあラスト、エキドナサラもね結構光の方がサフィーラパで強いらしいんで欲しいですね。おやったユリシャ初ゲット、これは引いてよかったですね。ただ奇跡取るのがめちゃくちゃめんどくさいな。はい、というわけで今回はこんな感じですね。アヌビスから合計何連かな、 1,2,3,4,5 25連引きました。フェスゲンが 1,2,3 いやこれひど、下の10連ひどすぎるでしょこれ。 3,4,5,6 体ですね。25分の6だから、まあ、確率的には多分負けてます。まあでもブラックバードも出たし、まあ、ユリシャもね初ゲットだし、まあ、下の10連見なかったことにすれば俺は結構満足ですね。いやよかったよかった、2022年もいい年になりそうですね。さあみんなのねガチャ結果もよかったらコメント欄に書いちゃってください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。